皆さんこんにちは、りょうじです。こんにちは。今日はですね、はい、何をやるんだっけ。そりゃあれですよ、前言ってた10人ガチャをやるの10人ガチャやるのだって売り地になってたもん。まあ、確かにね。うん、ではでは、ちょっと一旦はい、収納から、はい、ために貯めたマイ旅行券俺が貯めたね。違うよ。そう。違うよ。違う？違います。やめてください。俺貯めてなかったっけ。理解してる。どうでもいいもんバカ貯めてんじゃん。で、何を狙うんですか？今年入った、うん、ジャック。ジャック。はい。ジャック。ね、うちの島なんかもうなんか色違いのちゃちゃ丸いるらしいんで、うん、それかあのちゃちゃ丸を呼んでアクリを引退させるか愛着ゼロかよあいつを引退させるか、ね、アクリル泣くぜさすがに団長の思いでね、あいつをいやいや結構軽く言ったよさっきまあそんな感じかな。では、マイ旅行券を持って、はい、一応30持っていこう。30持ってきて、うん。出てきたら終わりでいいよ。じゃあ、ジャックか、その、まあ、アクリル、アシュ？あ、ちゃう。なんでアクリル主体になってるの？そんなに愛着あるように見えなかったけどね、アクリルに。そこをね、引退させる宣言ありましたけど。まあね、では、行ってまいります。じゃあ、行きましょうか。はい。ふざけた格好した、りょうじちゃんが今から。あ、でも、今年新キャラが入って、うん、モニカちゃんっていう狼もいいなーと思いつつ。じゃあ、ジャック、チャチャ丸狙い、時点で、モニカあと、レムちゃん。レムちゃんも増えたんだけど、レムちゃん。レムちゃんは何？レムは、うん、あの、ヤギ。ヤギか。オッケーオッケー。じゃあ、1回目行きましょう。行きましょうか。これね、あれ、あ、どこにいるの？この火のとこにいるんですわ。あ、ほんと？あ、もうこれちょっと若干絶望っすね。これライオンでしょ？トラっすね、多分。トラか。あつ森って、うん、狼はかっこいいんすよ。うん、そうなの？狼はかっこいい、かわいい。あつ森のキャラクターで、うん、ライオンって、うん、あんまりいい子いないんすよ。ライオントラってもうちょっと、ほら後ろ姿完璧じゃん。いやこれ思うでしょ。なんか残念。わかるわそれ。ハリマオ。ハリマオか。ひょっとしてお前はこの島に武者修行しに来たのか。あんまり修行してるやつの顔じゃないけどね。はい、さっさと飛ばして、うん、しかもちょっと若干声が高いっていうはい、じゃあ人でしょうけど、はい、2回目。あ、ん？あれひょっとしてライオン、トロ、オオカミか？ん？でもちょっと残念そうなオオカミだね、これ。待って、あ、オオカミ。あ、これ、知ってる。タンクトップじゃない、あいつ。ちょっと見て、違うんだよ。これはね、特殊な狼なんですよ。特殊な狼。でも待って。あっケンちょっと待って。ケンよ、俺の名前はケンだ。気軽な気持ちでこの辺に来てみたが、なかなかいい島じゃねえか。待って。残念だな。特殊なタイプです。特殊なタイプだね。しかも口癖が、ゴゴ。おじいちゃんです。おじいちゃんですね。完全にもう。ケンか。何のキャラこれ。これ一応狼ですね。これ特殊パターンで、うん、ほら、もうあの、狼に大切な歯、抜けてます。ほら、もう抜けてますよ、このシワ具合。もう、これ、動物としてちょっと、終わってるって言ってたから。さっきのあの、狼は優遇されてるって言ってたんで、ちょっとなしでいきましょう。壮大ななんか前振りになっちゃった。え？キャラって何体ぐらいいんの？全部で。300いくつだったか。400弱だった気がするよ。400もいいんだ。400もいたら30回じゃ無理でしょ。
しかもこれが怖いのが、何回も重なって出てくるときもあるんですよ。本当に？うん。だから、剣がしつこいぐらいに出てくるかもしれない。ゴボゴボしながら。そしたら、まあ、剣で、剣にしとくか、じゃあ。剣3回出たら剣だな。じゃあ。だって、2回目。3回目だよ。あ、3回目。あ、もう見えちゃった。え？どこ？うわ、下手くそか。下手くそか。いいじゃん。T シャツなんかちょっと通じるものだね。くるぶし。くるぶし。はい、じゃあ、4回目ですね。あ、もう見えちゃってますね。チラッと。お？これ、下手くそかっていう。あ、待って。え？あー、これは。いいんじゃないこれ。どこが？え？ほら、牧師さんみたいで。ロデオだよ、ロデオ。完全に呪いに行ってるよ。ロデオボーイだよ。牧師の方が完全に呪いに行ってるパターンだからね。ロデオボーイだよ。若干声高いっていうの。これ出るかね？出るでしょ。今年のね、キャラクターに、うん、キャンディーちゃんって名前の。キャンディー？うん。なんかね、クマのやつって、おっきいクマ。おっきいクマ？うん。いや、うちメープルいるんで。いや、あれ、小熊なの。小熊なの。さらに小熊と大きい熊で、なんかカテゴリー別とかあんの？うん。小熊の方が比較的可愛いっていう。まあ、小熊だからね。小熊で可愛くなかったら、もう存在価値がね、ちょっとね、なんか物申したいよね。そこら辺はね。大きい熊は、でも大きい熊は俺見たことないかも。大きい熊は若干老けて見えるっていう。まあ、大きいからね。小熊じゃないからね。ねえ。大人ですからね。大人ですからね、彼ら。はい、じゃあ、5回目。あ、もう見えましたね、これ。どこ？私、これ分かったかも。え、どこ？奥にいるんすわ。うん。あー、チキンだね、これ。チキン言わないで。フライドチキンじゃないかな。消し道。ほら、2番。これ3番、3番来るね。これ、番号を着てるやつ集めるの？え？集める？いや、プレゼントすればよくない？服。あ、そっか。いや、でもさ、着てくれるとは限らないじゃん。うん。後で着替えられてるかもしれないじゃん。いや。あいつらも初期の服捨てるかもしれないよ。いや。よし、じゃあ次が6回目。6回目。さて。さて。何かな？あ！あ！ライオン？トラ？トラ？これ、後ろは？ちょっとなぁ。寄り目だなぁ、ちょっと。なぁ、やっぱ、ルーズ。ルーズ。トラとライオンはちょっとなぁ。え、でも、名前好きだけどね、ルーズ。いや、名前？名前好きだよ、ね。まさかの名前？でも、意外と私、住人、分かってんな、これ。おぉ。うん。じゃあ次が、7回目？これもう見えちゃってる。あ、見えちゃってるわ。いや。エテキチ。エテキチ。あ、ダメだ。どういうこと？猿畜生はダメだ。でもこれ角赤いからね、ほら。え？ほら。角赤いよ、一番上。毛でしょ？猿だよ。毛でしょ？なんか電波立ってる。妖怪アンタが立ってる、これ。エテキチって何のモチーフなんだろうね。エテキチ。まあ、猿畜生か。やめなさいよ。さてー、はい。どこにいるんだ？今更？あ！あ！右か。いるかな？あっちっすね。お。あ！あ！なんだこれは。え？狼かな？狼多くない？え、モニカだったらどうしよう。あ！え？微妙違う。いい顔してないこれ。ちょっと待って。お？お？見えてね。ちょっとこっち来てくれ。ちょっとこっち来てくれ。あ、鬱陶しそうだよ。本気で鬱陶しそうだよ。誰だこいつは。チーフだ。こいつにしとこうか。こいつなんか。狼だらけになっちゃうよね。狼だらけだね。うん。こいつ誘ったらもう剣誘わなきゃいけなくなっちゃうね。まあ、確かに。確かにだぞ。え、こいつ悪くなくないでも。え、でも名前がいまいちじゃない？キツネこれ。いや、狼。あ、狼か。うちの芝もうね、シルビアさんと、ロボっていう狼二つ抱えてんすわ。でもなんか、下履いてないのちょっと嫌だ。いや、みんな履いてないよ。あ、みんな履いてないの。みんな履いてません。なんだ。みんな履いてないんだ。じゃあ、これで9回目。
あ、急に戻んな。ん？今から声作ってやろうかと思った。あ、この島斬新なんだけど、渡れないっていう。え、この島さ、ひょっとしてさ、うん。なんとか島じゃない？何？ひょっくりひょうたん島？世代。あ、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 いや、これはなんか昔懐かしの初期住人じゃないですか、あの島の。見たことあるわ。これスルーでいい。ああ、帰ってきてくれよ、お前。帰ってこないで。初めてじゃないよ。忘れたな。忘れられてんな、こいつ。追い出されたからな。追い出してたの俺じゃないけどね。ちょ、待って、島の真ん中行って、これ何島？え？真ん中行って。サメ島？違うよな。何もない島。あ、サメ島じゃない、ひょっとして。いや、サメよりボトル？サメ？サメなの？サメだよ。行ってみる？何パーセントかしか行けない島。はい。下手くそ。あ、竹島来ましたね、これ。竹島は別になんか取れんの？竹が取れる。竹が取れるんか。竹島だから多分こっちの方かな。住人がいるとしたら。あ、もういいんじゃん。なにこれ？え？え？帰ろ？じゃあ名前、名前お伺いしようよ。名前わかんない。よね。ああ、目が上にあるんか。眉毛かと思ってた。関羽だって、関羽。え、なにその、ほっぺのチークが目だと思ってた。目だと思ってた。ちょっと気持ち悪いでしょ、それ。だからなんかおかしいなと思ってて。バグってんかなと。宇宙人じゃん。それこそすごいじゃん。あたい関羽だって、こいつ飲食？え、ちょ待って、なんで？珍しいじゃん。いや、珍しくないよ。こんなやつも。だって、ほっぺが目だとしたらもう、無機質だからね、表情。こんなやつ持ってるやついないでしょ。みんなリリースするでしょ。言い方。竹はいらない？竹はいらないね。いらない。うん。じゃ帰ろう。あ。あって言われても、あ、ベル島だ。何それ？あー、お金ね。あ、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 なんだこれ？鳥？わし？わしか。とりあえず、それ取ろう。レシピ。レシピ？あ、これか。うん。えい。これあれじゃない？ファルコンじゃない？ファルコン。お。ファルコン？スマブラに出てない？え、スマブラに、あつ森の住人出るんだっけ？ファルコン。沈江さんってか。それか、ゼルダのブレスオブザワイルドに、英傑として出てるやつ。色が似てる。これ、あつ森っすよね。無理かー。あー、違うわ。あ、銀閣？銀閣？なんか頭に変なのかぶった。あー。ほらー。銀閣と金閣がいるんですよ。集める？いや、集めない。銀で。いやだよ。お前はーって。やーだって。こいつ。やー。陽気じゃん。陽気じゃん。もうこいつでいいんじゃねえか。この島は普通の島かな？すすき島。いや、雑草っす。雑草。すすきじゃないんだ。すすきという雑草。そっか。12回目、はい、はい。あ、これはもう前とこのおなじみの島じゃないですか。あ、これは分かっちゃった。帰ろう。いや、見させてくれよ。分かっちゃった。ほら、汚ね顔してんだろ、これ。推しの T シャツだよ。これ前向けたくない。これ顔向けたくない。あれ違う。ハムだ。ハムつけか。うん。でもこの子ね、人気なんだよ。おー、うん。星がなんかちょっと。え、こんにちは T シャツに通ずるものがあるんじゃないのこれ。星がなんか横に伸びてるね。ハムつけ。あ。口癖は？ハムか。ハム。そっか。強く生きろよ。噛み締めないで。噛み締めないで。まあ、当たることはないな、あいつに関しては。強く生きろとしか言えない、俺は。鍛えてるから。鍛えてるから、頑張って。ハムスケか。でも、ハムスケでもよかったな、って感じは。ここまで来て、もう、ダル乗っちゃったよ。先に行く、ありますね。いるか？あ、あ、あれ？新住人？お、終わっちゃった？いや、違う、違う、新住人じゃないの、あれは。じゃあ見てみますか。あれはね、わ、はい、かった。あ、パンダ。お、タンタンか。タンタン。リンリいるね。あ、リンリいるね。あ、これは、何？パンダ？パンダ。
え、新住人じゃなかった。キャンディーもピンク色のクマちゃんだったから、こっちかなと思ったら、うん、うん。パンダだった。こいつの口笛。わぁ増田岡田ちゃん、これ。やめなさい。閉店ガラガラだ。閉店ガラガラ。え、いいのあいつは。大丈夫です。あいつは別に何でもないやつ。いや、何でもなくはないけど。人気でもない。いや、それはわかんないけど。うん。いたって普通のパンダっすわ。ああ、ただのパンダ、ね。ピンクのパンダ。ピンクのパンダか。そんなんだったら、うん。パンタ。パンタが欲しい。パンタって何？なんかぼんやりしてる、うん、パンダでしょ。小熊のパンダ。どうせパンダだったらパンタがいい。パンタ。パンタか。唯一良かったのチーフぐらいですかね、やっぱ。チーフ割と良かったと思う。ただチーフがあんまりにも早く出すぎちゃったもんだから。うん。あ、これ上一番上のやつですね。上か。うん。なんだろうね、次は。ね。この上っすね。この上？うん。見えない？あ、いや、あ、ん？これこそ。これ新住人じゃない？いやフライドチキン。いやいや。霜焼けだ。全然、かすりもしなかった。うん。多分、カーネルさんが集まりやった時に集めるだけだった。ペシミチと。ペシミチと。別に、関係ない。カーネルさんやるかね。もしカーネルさんがやったら、たぶん、あいつらを。チキンにされる。いやいやいや、うん、カーネルさん多分プライベートでもチキン見たくないでしょ。多分ゴビ全員チキンだよ。一人フライドって言ってる。よし、じゃあ折り返し地点です。あ、あ、あ、これルパンじゃない。ルパンルパンじゃないこれ。あ、ピンだ。あ、ピンだ。あ、でも、もみあげがぐじゅぐじゅってなってる。ルパンじゃないこれ。あ。これあれじゃない？何を発見できるの？これ以上ないよ。これ以上ないよ。ほら、隠れなんちゃらってやつ。夢の国にあるじゃん。これ、ああ、言えない、あの、例の、あの、ネズミランドかな。ネズミの、あの、ね、ネズミの遊園地かな。の、アシュ。足じゃないよ。表を向けばルパン。ルパン。え、でもなんか、あ、オレンジ島だ。あ。オレンジ持ってたっけ？生え切らないオレンジいっぱい咲いてたね。あ、近くにいるよ。気配を感じる。匂いがよどんでる。アンチロ。匂いがよどん、あ！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 これはチキン。さっき見たな、これ。見てないよ。え、違う。あれ、霜焼けだよ、みたいな。アリアだ。見てないでしょ？チキンシリーズ入ってきちゃったね。アリアか。アリア。あ、こいつ、ハレルヤだって。だクラシック系でしょ？ルネサンスの服着てるもん。よくわかるね、ルネサンスの服とか。どこら辺がルネサンスよ、ちょっと。説明してくれよ、説明。腕。え？ルネッサンスかこれ。あー、でも司教様みたいな。まあいいや、こいつは。諦めるな。いや。諦めるな。こいつは。心を燃やせ。だからこいつは広げらんねえ、ここ。心を燃やせ。いやいやいや。諦めるな。誰のセリフ？煉獄さんだよ。煉獄さんか。あー、言ってたな、最近。最近もね。最近も言ってた。最近も言ってた。半年前ぐらいからずっと言ってるからね。なかなか死なしてくんないから各地で上映してさらにはアニメ版までやるっていうなかなか任務を果たしてくれないから確かに責務を全うさせてくんないからさすがに煉獄さんはちょっとお腹いっぱいになってきて煉獄さん次がみたいね、うん、お前の負けだーっていう食らいついてきてんじゃん、むしろ。お腹いっぱいとか言いながら。びっくりした。こっちだ、右かな？右が多いな、これ。あ、左か。左じゃん。あ、この上、あ。あ、見えちゃったじゃん。これジングルじゃない？嘘。ジングルじゃない？なんか、ハゲた頭みたいな感じのさ。あれ、写真もらったやつじゃない？これひょっとして。こいつハゲてね。
あ、違うか。チャックだって。素朴がすぎるよ。こういうおっさんいそうだね。こういうセーター着てね。冬ね。冬。こういう眉毛したね。あ、いるね。あ、口癖見忘れた。あ、次でダメだよ。じか、しかじかだって。おっさんじゃん、こいつ。かくかく、しかしか。素敵だねーだよ。誘っちゃう。ダメだよ。ちょ、おっさん来ちゃうから。あれじゃない、おっさんって言われてるけど、実は17ぐらいなのに34ぐらいに見える人でしょ。あそれいるわな。よくいるやつ。こんな感じのタイプじゃない。ちょっと老けてる、ね。そう。老けてる若者。これが17。失礼して。17だね。いやーもうちょっとか。いやーでも、全然いいの来ねえな。わっしょいだよ、わっしょい。わっしょいって何？煉獄さんだよ。煉獄さんわっしょい言ってた？芋食べるとわっしょいって言うんだし。あ、そうなの？わっしょい設定する読み込んだわ。そんな漫画で出てきた？お前の漫画だ。そんな漫画で出てきたか？わっしょい。何設定資料集まで読んでんだこいつ。おもやおもやだ。この島は？17回目ですよ。17回目。はい。じゃあ行こうか。はい。魂を燃やせだっけ？魂燃えたら死んじゃうよ。心を燃やすだっけ。あの心だけにして。象ですね、多分。象か。うん。象か。こんま、外れな匂いがするんだけど。おお耳が緑だね。あいつ見たことあんな。とりあえずあの壺持って帰ろうぜ。ないないない。あ、森じゃん。森だ。お、こんにちは、森。こんにちは、森。XL だ、うん。きっと T シャツのサイズなんでしょうね。確かにな。森ですから。デゴンスだって。デゴンスか。デゴンス。あ、オレンジ島だ。またできてきたね。これ何回目？これ18回目です。18か。あと10。なんで終わることしか。あ、新キャラか？ええ？キャンディーじゃね？お！え？終わっちゃった？でもね、これ持ってるまさか。あ、でもなんか、これ新キャラ？新キャラ。でもね、人気はないんだ。人気はないんか。キャンディー。口が曲がってるねこれ。やめとく？これやめなさい。やめなさい。わかりづらいよ。違うか。違うか。ほんな違うか。ほんなキャンディーちゃうか。キャンディーか。え、これ新キャラ？ん？新キャラ？新キャラだけど、新キャラの中で、あんまり人気が上位ではないんだよね。可愛いけどね。これ男？いや、女ですけど。女ですけど。女なんだ。ちゃうか？ほんなちゃうか？おぉー、チンパンジーじゃねえかこいつ多分。いやいや、ほなちゃうか、クマちゃうか、クマちゃうか、ほなちゃうか、キャンディちゃうか。チンパンジーのあの人形みたいな手を叩く。ほなキャンディちゃうか。キャンディクマや聞いとったからな。ほなちゃうかこれ。ああ、ほなちゃうか、カイロか。あ、でも口癖がペロなんだよ。あ、ほなキャンディか。キャンディかこれ。キャンディだな、じゃあ。キャンディだな、じゃあ。こいつキャンディだな。キャンディか。認めるパターンね。ああ、でもな、キャンディ。キャンディより私的にはレムの方がいいんだよ。うん、でもこれ400分の1を当てたってことでしょ。うん。終わりでいいんじゃない？なんで終わりかかってんの。そっか。残念だな。噛み締めとくか。新キャラだぞ。新キャラな。新キャラなんだけどな。新キャラの出番これで終わりだぞ。キャンディーちゃんも可愛いんだけどな。新キャラの出番終わりだよね。ほら。
実際に見るとな、もうちょっとなんか。こっち向いて、こっち向いて。向かなぁ。ほなちゃうか、キャンディちゃうか。か、こいつは。どうするどうしようか、次行こう。判断が遅い。いや、次もう判断しちゃったよ。その言葉が遅い。早いよ、ちょっと。その言葉が遅い。言わせて、俺にも。うろこだけさ。ちょっと俺にも言わせてくれよ。うずくまっていても、時間は寄り添ってくれない。よく覚えてるね。よし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 。次が何回？はい、19回。19回か。あと11回で弾けるかな。お猿さんですね。わかる気がする。サスケちゃうか。サスケちゃうか。あれ、サスケちゃうか。でも、ほくろは見えないんだよな。オナちゃうか。ほくろあったっけ、サスケに。あ、サスケだ。ほら。ほら。めっちゃ上向いてんじゃん。オナちゃうか。サスケちゃうか。サスケ俺よくわかんないんだな。サスケはほら、某 YouTuber さんの島にいて。あ、そうなの？さんさんいじられまくるっていう。まあ、きっとサスケはいいやつなんでしょうね。筋肉を鍛えまくろうな、どっこいだって。高い。猿に使う尺はない。猿にさっきから厳しいんだよな。なんかあったのかな、昔。山で襲われたんかな。よっしゃー、20回目行きましょうか。よしよし。お、お。真ん中だね。あ！あ、タコ？これわかるな。タコ？タコっすね。タコ焼きじゃんじゃん。ほら、あ、違う？もうやんちゃじゃない？頭に絆創膏貼ってるから。後ろ頭に。膨れ上がりすぎちゃってる。オクタロンって。ゴールド。でも完全にゆだってる。完全にゆだられちゃってる。これ上か？上かな。逆じゃない？こっちの方じゃない？よし。あ。あ、見えたね。完全にデフォルメイン、牛っすね。牛か。牛乳取ってんね、これ確実に。あ、ワンチャン牛でもいいかもしんない、ね。これ新キャラじゃないの？全然。ほら、可愛い顔してる。ちょっと唇分厚くない？ちょっと。巻き場。これ巻き場王でしょ。いや、女の子じゃない？あー。なんだろうね。うんち漏れちゃうのね、でも。マキバオは。知らない？知らない。全く知らない。走れ、走れ、マキバオ。聞いたことあるぐらい。うん。見たことある。ほんと？こんな顔してるってのは覚えてる。いやいや、こんな顔じゃないから。違うよ。こんな顔。これこっちだって牛乳だもん。乳牛だもん。あっち馬か。あっち走る馬だもん。うちみるみる言ってるな。みるみる言ってんね。22回目っすね。22。あと8回で弾けるかこれ。弾きましょう。弾けなかったらもう最後の12を強制的に読みます。たとえ中途半端だろうと。本当に？いや、嘘言いました。本当にそれでいいの？いや、ちょっと嘘。あ、なんか見えた。俺、下焼け説叩くね。また来ちゃった。ちょっと行ってみよう。ほら。ちょっと。サチ打つし。よし、行こう。23回目。はい。何が来る？お？あ、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 これあれじゃない？なんか、見たことあるゴリラじゃない？これもう、多分いた。ね、昔いた。昔いたゴリラな感じがするね。勝手に誰かに追い出された。代わりに一回、アップル来たっていうね。あれ消えた。え？あれ会いたくないんじゃないの？あ、いた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 。完全に、やつっすね。うん。あ、見てるね。見てる。めっちゃ見てる。ちょっと知らんふりしよくね。なんだこいつ。いや、こんなやつこそいるよね。こいつなんか、ダメだな。ドンキーじゃないこれ。どういうこと？ドンキー。ドンキーコング。ええー、ドンキーコングの方がもうちょっと締まった顔してる。本当に。同じ頭してるけど。次は？仕方された。24回目です。じゃあ24回目行きましょう。はい。あ、右か。いるかな？奥かな？奥行っちゃったか。あ！あ！あ、こいつも見たことあるわ。ハムスケですね。いたじゃん。
ハム好きです、ね、ハム。あ、こうジャンプできるんだ、すごい。ハム、あおー。もう高飛びボーイ、その発見いる。その発見いる？こいついたもん。ジミーでしょ。ハムだって。ハムか、あ。あ、そっか。あなたの島のジミーじゃないよ。え、ジミー？俺の島、まだいたっけ？いないよ。あ、なんか追い出したんか、君が。うん。念願かないまして。追い出したわけじゃないよ。追い出したでしょ。だって彼はだって島にも移りたいって言うから応援してあげたんだ。え？なんか、網で叩いてた。叩いてない、叩いてない。叩いてたじゃん。叩いてない、叩いてない。いっぱい叩いてた。叩いてない、叩いてない、叩いてない。ほんとか？俺の見間違いがじゃん。叩いてない。叩いてない。あ、なんだ次は。25回目。はい。どうぞ。いない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 。よくテンション上げれたな、ここで。いない、いない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 。あれ、この島、あれ、さっき誘っちゃった俺、ハムスケ。え、喋りかけてもいなかったよ。ハムスケ、あ、なんだ、君か。ちょもら。名前が可愛いやんけ。やっぱちょっとなんかさ。おめえの島からも。このね、あの、ヒゲのさ、この、つぶ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 、うん、あれがいらないね。でもほらほら、うん、だって、うさぎ系は全部可愛いじゃん、ほぼほぼ。うさぎ可愛いか？ルナさん見てよ、ニット帽かぶったら単なる人だから。ルナさん頭にうんこ乗ってたけど。いやいや、違うよ。違うよ。うんこ乗ってなかった。違う。俺の見間違いか。違う。おかしいな。乗ってたと思うんだけどな。ほな、ちゃうかじゃないのね。はい、いるぞ、次は26回目。どこにいる？あ、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 え、新キャラ？違うでしょ。え、アリクイ？うわ、病気持ってそう。やめなさい。パトラ、クレオパトラ的な。あー、何を納得できたの。確かに、それ言われたら納得するね。何を納得できたの。ダッシーだって。JK じゃん、JK。ないないだし、みたいな。違う。よっしゃー。よし。見つけますか。はい、リンゴ島っす。リンゴ島普通だわ。普通だわ。何、リコ？あ、あ、新キャラじゃないこれ。違うよ。牛？あれ、花子さんじゃない？花子さん？お、これあれじゃない？花子さんじゃなくてさ、牛魔王的なさ、髪型してない？牛魔王って誰だよ。牛魔王的な。おい、押すな、これ。花子さん。ほら。花子さん。ヒグネだって。セボーンは何なの？知らない。花子さんでしょ？トイレの花子さんでしょ、これ。トイレをつけていいのかどうかわかんない。え、下だって言ってる。あ、下か。なんか嫌わかんない。おう。見えちゃったじゃん。あ、これがついに噂のライオンっすよ。これ新キャラ？いや。あ、違う？どう頑張ってもかっこよくできないライオンっすわ。ライオンさん。あ、キング。これライオンキングじゃん。心配ないさーですよ。シンバ？シンバじゃん。よし、じゃあラストの島行きましょうか。はい。30回目。ついに終わります。何が出るんだろうね。ん？あ、帰ってきたか？帰ってきた。これ分かる人いないよ。帰ってきた、これ。帰らせないでください。ちょっと毒々しいよ。え？帰ってきた。帰ってこないで。戦士たちが帰ってきたよ。帰ってこないで。天使よ、もののけ姫。もののけ。戦士たちが帰ってきたよ。男主様。こいつね、初期住人なんだよね。おう。で、なんかね、なんかね、気づいたらね、誰かにね、追い出されてたっていうね。男主様、うん、男主様、ほら、たたり神なんかにならないで。目がいっちゃってるやん。たたり神にならないで。こいつでいいんじゃない？男主様。え、いや、もう帰りましょう。来た、帰りましょう。帰るの？いや、もうたたり神だもん。なんで？もうタピョンだ、タピョン。たたられてるやん。大作って何があれなの？応援してるよ。だってあー、帰ってきてほしいな。いや、いや、いや、いいよ。いいの？完全にたたりが見ちゃってる。いや、でも。たぬきガチャっすね、これ。いや、でも、ほら。なんで未練あるの？初期住人だよ、初期住人。いや、だってもうこいつも記憶消されてるから。
はじめましてって言ってくるかね。あいつがな、よくな、俺ん家に来てな。だってあんなに一生懸命、島とかさ、リーダーとか決めといてさ、もう今やはじめましてだからね。確かに。職人10人全員ね、飛ばされたんだよね。いや、おかしいな。飛ばされた。飛ばされた。引っ越しさせられた。あ、引っ越しさせられた。嫌がらせされて。じゃあ、はい。30回、終わりました。はい、終わりました。いやー、結果はね、散々でしたね。最後、たたり神出てくるっていうね。いや、最後、初期住人だったから、俺よかったけどね。いやいやいや、もう男でしたもんね、はい。なんで、どうすんだっけ？たぬきガチャしましょう。たぬきガチャで決めると。はい。じゃあ、やってきます。はい、行ってきます。はい。はい、じゃあ、1日経ちました。じゃあ、とりあえず何が来たか見に行きましょうか。よし、じゃあ、何が来てんだろうね。ね。さてさて。よし。あ、もう契約、成立しております。はい。雪見？あー。何これ？ハムスターっすね。ハムスターか。ハムスターか。と、白いでしょ。どうせ白いでしょ。どうせ白いでしょ。え？よくご存知ですね。雪見大福でしょ？どうせ。はい、じゃあ、次の日になりました。次の日どころか2日経ちました。はい。はい。じゃあ、住人何が来てるかね。あ、違う違う違う。もう見ましたね、これ。そっか。やらせみたいになってますね。え、やらせ？いや、時間経ってるからちょっと忘れてた。見たよね、見たよね、だって。忘れてた。見ましたけど。時間経ってるからさ、忘れてたね。またね、非常にちょっと、あ、しかも出かけてるっていう。マジか。どこ行った？雪見のフォルムだけ見て終わろうと思ったのに終わらせてくれないとか。おい。足ねんかよ。何なんだよ、この島は。あ、違う。あれは、うちの、エースが。キャンプサイド誰か来てるね。キャンプサイド来てんじゃん。え、後から行く？後で見ましょうか。ね。最悪上書きとかできないね。ダメで、雪見を亡き者にしないで。あ、あいつだ。あいつか。お前か。雪見大福。これか。ちょい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 。え？それパンタ。あ、パンタか。じゃあこっちか。じゃあこっちかって。あ、人の島から来ちゃってますね。そっか。人の島から来ちゃったか。ちょっと、この人眉毛、剃ってんの？青くなってるって。え、口癖は？だってあ、病気だ、ビンタ。あら。ま、いっか。ま、いっかじゃない。なのですか？なのです。さすが性格普通なだけあって普通です。え、新キャラでも何でもない？はい、普通の。うん。ハムスター。これハムスターでしょ？うん。ちょっとこいつには閉まんねえな。キャンプサイト見に行くか。うん。行きますか。やっぱね、雪見じゃダメだな。あ、あ、あ。はい。じゃあ、え？はい、じゃあ、一応、なんだっけ？ちょっと待って、でもちょっと若干口可愛いっていう。あ、結構好きだけどね。ストローって。あ、口が曲がってるよ、これ。ちょっと待って、いろんなところ曲がりすぎてね。鼻あれ。ごめんなさい。違うか、じゃあ。なら、キャンディーにしとけばよかったよ。か。結構いいじゃん。いい味出してるじゃん。まあ、いっか。じゃあね、はい、まあじゃあ次この島ね、あの追い出された追い出されたって言われてるけど、なかなか住人が出てかないっていう俺との固い友情があるんだけど、そんなに喋らなさすぎて仲良し度が上がってなくて全然出てかないっていう島なんでね。どういうこと？あ、まあでもまたちょっとハトポッポさんまでに島整理と、もうちょっと住人ちょっと揃えたいな。揃える？うん。まあ、頑張りましょうか、じゃあ。ね。うん、そうだね。うん。じゃあ今回の住人ガチャは終わりです。はい、失敗ということで。失敗か。それ言われちゃうとな。
泣きの一回する？いいだもうできないんだって。できないの？ゆきみちゃん来ちゃってるから。そっか。はい。じゃあゆきみちゃんで我慢しますか。なんでそこまで我慢できないの？はい。はい。というわけで、まあでもこんなごちゃごちゃしたキャンプサイトに誰も来ないわな、いい中。いや、来るって。来たじゃん。休まれねえよ。え、そっか。うん。はい。じゃあ今回はここまでです。はーい。じゃあバイバイ。バイバイ。